花尾弥郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾弥郎でございます。新年明けましておめでとうございます。新年ね、今日は1回目ということでですね、はいはい、昨日の雪でしたけども今日は晴れましたね。今日はしっかり ね晴れましたけど、うん、でもちょっとアイスバーンとこがあるから気をつけてくださいね、歩くときね。歩くときね、うん、スニーカーだとね滑っちゃったりしますみたいな人がいますねえ、ね、鈴木さん大変だったみたいな。そう、スニーカーはね意外と危ないね、スニーカーは、ねということでね、はい、まあ、まずは松下としみさんです、はい、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちはだって、うん、明けましておめでとうございますね。おめでとうございますね。あ、そうかそうか、なんかおめでとうございます。いいんですか、ね、もちにつきごめんなさいって。あ、そうだったね、はい、大変だったけどもね、はいはい、ということで、今日はねスペシャルなゲストをご紹介いたしましょう、はい、まあお正月新年と言いますと、ね、新春第一弾、第一弾、はい、もう決まっております。あ、もうこれはね永久に決まってますすごい、将軍オブザブルース菊田俊介さん、はい、イエイ。どうもこんにちは、明けましておめでとうございます。また今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますいかがですか、調子の方は。だいぶいい感じ。そうですね、なんかね、はい、うん、オミクロンさんに邪魔されなければ元気に活動できるんで ねなんかね、なんとか頑張ってほしいですけど、なんかね、そうですね、早いとこちょっと退散していただいて、そうですね、もう僕らはやっぱこうやって、ね、一応人前で歌うっていうかね、うん、ことがまあ一応ね、あれありますからね、演奏したりとかっていう、はい、やっぱりいい形でやっていきたいですけども、まあ、将軍オブザブルースね、菊田俊介さんといえばですね、シカゴで数々 のブルースマンミュージシャンたちと、まあ、ジョイントしたりとかいろいろね、はい、ありますけども、やっぱり一番思い出深いのはココ・テイラーさんでしょうか。そうですね、うん、まあ、やっぱりココともう10年近くね活動したのでね、うん、まあ、いろんな思い出がありますよね。なるほど、うん、まあ、ただやっぱりこう一番強力だったのはやっぱり B.B. キングと一緒にやった時かな。そうでしょう。なるほど。一日のその凝縮したこうインパクトっていうかね。ああ、そうですか。やっぱり私の音楽人生の中で一番もうハイライトだったかなっていう。B.B. キングからピックどうしたんですか。ね、いただいたピックなくしました。もったいない話よね。もったいない話ですね。あれ、なんかあのピックどこ行ったんかなみたいなね。ここ置いといたよねみたいな。誰か持ってっちゃったかな。だったんですけど、なんかそれ以来見つからずみたいな。でも他にピンとか結構いろいろいただいたので、うん、まあその辺はまだね ありますけども。なるほどね。だってサクセスストーリーだよ。B.B. キングの歌を聞いてブルースやろうと思ってその人最終的にできたっていうのはすごいね。それはすごいですね。すごいと思う。だってそういう人なかなかいないですよ。ですね、うん、まあその将軍オブザブルースもね、うん、司会、まあ、当時の司会やってたクリント・イーストウッドさんがそう、まあね、うん、そういうふうに紹介したのね。そう、 そうそうそう、うん、そういう場面がほら映画でね、最近リスペクトのね、うんうん、映画で出てくるんだけど、あ、うん、見ました。アイスフランクリンの ね、ね、素晴らしいシーンだったね。もうそのシーンがね、まさにそこにしゅんちゃんが立ってたと思って、私はもうさ思わず拍手をしてしまった、映画を見た後に。だ、自分がねその出た時に、うん、はいはい、アレサ・フランキンがね客席で見てくれてたんですよ。いたのね、その時、うん、本当にすごいね、うんうん、ね、本当、うん、私モーガン・フリーマン大好きだからさ、その人のがブルースが好きでね、うん、そう、ね、あ、そうだったね、そう、うん、モーガンさんがもともとブルース大好きな人で、大好きでね、うん、ミシシッピのクラックスデールにグランドゼロっていうライブハウスでやってるんですよ、はい、うんうん、あ、そうなんですか。ブルースのブルースクラブやってて、あ、やってる、経営してる、そうそうそう、そうなんですよ。もともとあっちのやっぱり南部のね、ミシシッピの出身の方なのでね、うん、もうブルース好きで、じゃあブルースクラブやろうって言って、うん、って今でも、ね、やってますよ。やってるんだ、なるほどね、まあ、行きたい。自分もプレイしたことありますけどね、そこでね、うん、行きたい。もうね、話のスケールが全然違うからね。ね、うん、ちょっと野毛とは違うね。野毛は野毛のブルースがあるけどいやいや、野毛は野毛でいいけどもね、そう、その映画を見てそう 思ったっていうかね、なるほどね、うん、凄さが感じられた、まさにね、うん、まあ、結構大変なこともいっぱいありましたか、やっぱり。
ごい、まあ30年近くいらしたんですか。そうですね、まあシカゴ21年いて、うん、その前にあのボストン4年いたんでね、アメリカは25年いましたけど、はいはい、まあ今になってみるとね、なんか楽しいことしか思い出さないですけどね、うん、なるほど、あんまり嫌なこと、まあ、あったのかな、うん、でもなんかやっぱりこう向こうの人たちってこうブルース演奏するのすごく楽しむから、あだからこう一緒にやっててすごくやっぱりプレイ自体ものすごく楽しいですね。なるほど、ね、うんうん、だからこういろいろ辛いことなんかあっても逆にプレイすることでそれを今度どんどん消化してって、うん、まあ生きてこれたんかなみたいな感じがすごくあってね、だ今思うとやっぱりシカゴの中にずっといて、だからシカゴのそのブルースシーンにすごく守られてたっていうかな、そんな感じしますよね、なんかね、だから一つのコミュニティみたいな感じでね、なるほど、うん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 、だからそういう意味ではあんまりこう日本人だからっていうので差別されたりとかっていうのは最初の頃はね、うん、お前なんだ中国人かみたいな感じでね、うんうんうん、こう見られたりなんかしたことありましたけど、うんうん、でも一回も中に入ってもみんな知り合いになれば、うん、もう本当に受け入れてくれたっていう、まあ音楽を通じてもありますしね、そうですね、そうですね、でやっぱりこう長年ずっとやってるともうお前ブラザー、うん、ブラザーだみたいな感じでね、うん、すごく本当家族的に、うん、なんていうか親切にしてくれたりみたいな、うん、やっぱそういうのがすごくありましたよね、うん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 、やっぱりそこら辺の楽しみ方がやっぱりこう違うっていうかね、前も僕ちょっと喋ったことがあるんですけども、そういうのありますよね、ブルースに悲壮感はないですよね、だってね、うん、そのクラブ行くとね、そうそう、だから悲しいこと歌ってるんですけど、でもそれをこうなんか歌い飛ばしちゃうっていうかね、もうみんなでも楽しもうぜっていう、そのなんかすごいポジティブなエネルギーがやっぱすごくありますよね、ブルースはね、吹き飛ばす、だから私たちが思ってるブルースとの感覚じゃないと思う、日本人って割と違う取り方してるじゃん、ちょっとジメッとしてる感じがするんだけどね、うん、まあ、日本の演歌とかね、そういうのとはまたちょっと違う、また全然違うと思う、あれだよね、うん、でもそういう悲しい歌を明るくメジャーなコードでやるっていう歌はやっぱり素敵ですよね、そうですね、あの、うん、上向いて歩こうとかもね、そうですね、だから多分逆にそういう風にしていかないと、うん、彼ら自身がもうそのサバイブしていけなかったじゃないかなっていうね、ぐらいのこうかなり大変な境遇だったのから、うん、ちょっと音楽やってもとにかくもう楽しもうぜっていう感じ、うん、なるほど、うん、やっぱすごくやっぱ強いですよね、うんうんうん、今日はね、あの生ギター、エレキギター持ってね、はい、素晴らしいですよね、こうね、久しぶりでもないよね、ギター、うん、これは前結構最近アコースティックがね、そうそうそう、多かったよね、そうですね、ちょうど去年あのアコースティックのアルバムを出したね、ですね、好評でね、ありがとうございます、大好評です、そうね、うん、すごい音もすごい、いいし、あれ本当一人で作ったのって感じでね、自宅で録音しました、何でもできちゃう、じゃあ、じゃあね本当に、ね、ああいうことできるんだね、できるのよね、俺カセットデフだから、ね、カセットじゃちょっと、まあ、男だからそれでやってもいいじゃない、ガシャっていう音から入れても、でもやっぱ東京だから ねこう環境音とかあるじゃないですか、バイク便がぐー走ったらね、うん、おちょっといいかも、ね、行ったかなみたいな音がこう静まった頃にまた録音始めたりみたいなね、うん、そういうのありましたよね、なるほど、今日はね、うん、あのちょっ とお便りをご紹介しながら生歌できますか、はい、ね、はい、一曲先にね、この、はい、あのいつもの京都の京子さんのね、いつもあの綺麗なおはがきをねいただいて、これ年賀状をいただきます、ありがとうございます、随所新春、うん、変地開花の一年でありますように、はい、意味わかりますか皆さん、うん、難しいよね、ね、やっぱり大人だよね、うんうん、あのあちこちであらゆるところで良いことが起こりますように、そういう一年でありますようにという意味、うん、そういうことね、さっき調べました、素晴らしいですね、うん、なるほどね、ありがとうございます、ありがとうございます、ちゃんとねいただいて持って帰りましょうかね、うん、はい、じゃあ2022年寅年明けましておめでとうございます、おめでとうございます、昨年は励ましの言葉たくさんいただいたおかげで順調に回復しています、清水です、あ、清水佳代子さん、ね、今年初の音楽魂、はいはい、いいね、素晴らしいゲストの菊田さん、そして金尾さん、としみさん、鈴木さん、年末年始はいかがお過ごししたでしょうか、体調は大丈夫でしょうか、はい、そうですね、僕はもうちょっとのんびりしてましたね、はい、うん、年も雪が降り寒い一日でしたね、うん、コロナ感染数も増えつつ心配です、うん、しかし今年はライブもたくさんできることを祈っています、明るい一年になりますように、音楽魂を通じて今年一年のスタートとともにハッピートークへのハッピーソングをお願いいたします、リクエストは何でも OK です、はい、まだまだ寒さが続きますが、暖かくして風邪、コロナに負けず頑張ってください、はい、音楽魂に力をいただいている清水佳代子より、いつもありがとうございます、追伸、カナオさん落とし物に注意、落とし物
いや、そう、つい最近の話、昨日、一昨日かな、財布を落としたんだけど、よく落としますね。近くのね、ちょっといろいろ探してみたんだけど、近くの交番に一回僕財布届けたことがあるのよ、うんうんうん、でそこにちょっと行ってみようと思って行ったら、そのままね、そのまま届いてたのよ。素晴らしいですね。素晴らしいね、日本はすごい ね。やっぱり海外ではちょっと考えにくいですね。そうですね、ないですね、うん、結構台湾なんかはね、そういうのありますけどね、うん、なるほどね、うん、でもアメリカなんかも全然もう、うん、あ、神様の贈り物とか、ね、現金もそのまま入ってて、わ、それはすごい、カードとかもそういうのも全部、それでこれ現金いくら入ってたんですかって書かなきゃいけない書類に、ね、うん、で俺ちょっとサバ読んで多くしてたらさ、20万とか、いやいや、それ出てきた時にね、7000円とかだったら来るよね。ちょっとそれはまずいでしょ。すぐ分かっちゃうよね、サバ読んだら。そういうことしても、でも意外と覚えてないのよね、いくら入ってたのかね。覚えてないよね、いくらぐらいか分かんないよね、意外とね、うん、サバ読んでるのあれはまずいと思います。それまずいでしょうね、うん、本当にね、拾っていただいた方、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ね、本当にね、日本ってね、いいな、素晴らしいなと思いましたね。またやっちゃったとか思ったんだけど、落とした瞬間何回も落としてるんですか、うん、ま、前回もね、ま、そのまま出てきたんです僕。素晴らしい。あ、2回も落とした、うん、すごい。何も何年か前ね、うん、でもあれじゃないですか、カノさんがちゃんと他の人の見つけた時にちゃんと交番に届けるからね、やっぱちゃんとそれが回ってくるんじゃないですか、うん、そういうことはあるかもしれないですね。ね、絶対ありますよ、ね、うんうん、ね、うん、やっぱりね、そういう日本って素敵だなと思いますけどですね、うん、清水節子さん、あ、節子さんじゃない、佳代子さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、はい、リクエストは何でも OK です、はい、それでね、うん、これはですね、笑顔さん、笑顔さんね、笑顔さんね、はい、ちょっとね、ファックスがちょっと今どっか行方不明になってるけども、はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、ゲストのしゅんさん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京、神奈川も昨日から大雪で、凍結は大丈夫でしょうか、うん、転ばないように気をつけてくださいね、はい、さて、新年第1回のゲストはしゅんさん、恒例となりました、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。音楽魂とともに幸先の良い1年のスタートとなりますように心からお祈りしています、はい、ありがとうございます、はい、これ全部読みますかね。残念ながら私は今日子育て広場の準備のためにリアルタイムで聞けません。なるほど。そういうことをやってらっしゃるのかな、地域でね。至福の時間にゆっくり楽しませていただきますね、後でね、はいはいはい、またオミクロン株とやらが、うん、流行しそうですね、うん、先日友達のビリーさんから、うんうん、今年こそは岡山でもライブをするようにと連絡があり、うん、楽しみにしていたところです、しゅんちゃんね、はいはいはい、早く収束して年内中にはライブが実現できることを信じています、はい、早くタイガー、うん、岡山弁で早く会いたいですねの意味だって。あ、そうタイガー、うん、早く会いたいが、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 会いたいがね、先日夜の散歩をしていたらは、はい、アームストロングの看板を見て、ルイ・アームストロングね、ルイだね、ハイじゃないよ、ルイだよね、見つけ、ジャズ喫茶と書いてあったので、レコードがたくさんあって自分でチョイスして聴かせてくれるちゃんとしたコーヒー喫茶でしただって、うん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 、京都出身で若い頃はジャズ喫茶でもはしごするのが楽しかったそうです、その、オーナーがね、はいはいはい、今はだんだんジャズやブルースを聴かせてくれる店がなくなって音楽が廃れていくと嘆いておりました、うん、知らない音楽たくさんあって若い人には、受け継がれていってほしいですということです、はいはい、うん、で、しゅんさん、今日も日本中に駆け巡る素敵な歌と演奏を届けてくださいね、うん、はい、リクエストがたくさんあります、はい、If you love me like you say、 おー、アルバート・コリンズね、 Don't let the green grass fool you、 はい、Ain't no sunshine、はい、you are the one、 これはオリジナルね、 Love love love、 以上、それからカナオさんにもあります、ほう、日の当たる坂道、ほうほうほう、 On your side、はいはいはい、Walking on the street、はいはい、たくさんリクエストしていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうしましょうかね、この辺でね、じゃあ生のね、キトさんなんかやってみますか。そうですね、そしたらじゃあ、まあ、せっかくね、江川さんからリクエストいただいたんで、はい、
ちょっと短めになんか2曲ぐらいサクッと、ね、やってやって行きましょう。ごめんなさい、行ってみようかな。ね、じゃあ最初にやったの If You Love Me Like You Say、 これあのアルバート・コリンズ、はい、でね、ブルースのブルースマンの曲ですけどね、じゃあやってみます。はい。 If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do?あれ2曲目の、Don't Let the Green Grass Fool You って、はいはい、この曲、ウィルソン・ピケットのね、はいはいはい、あの60年代の曲で、はいはい、隣の芝は青く見えるってやっぱ英語でも言うんですよね。なるほどね。隣の、そう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 、隣の青い芝に騙されるなっていう、そういう曲なんですよ。君がいるとこは隣の芝じゃなくて僕の腕の中だよっていうね、そういう彼女がね他の男好きになっちゃいそうで、だから今まで俺たちが気づいてきたものがあるだろうと、うん、そっちに行かないでここにいないよって、なんかそんな、ね、歌ですね、うん、Girl, just remember They didn't have no shoes We stuck together Just me and you It took so long timeTo get where we today Now you wanna give it up For another guy Don't let the green grass fool ya Don't let it change your mind Maybe greener on the other side Right here in my arms where you belong Gonna be hard for me, babeStart all over again You got the love I really need If you leave me, babe Leave me this way I may not live to see brand new day Don't let green grass fool ya Don't let it changeね、ウィルソン・ピケットです ね、 ね、ありがとうございます、ね、この歌いいよ ね、 ね、どうですか、割とあの最近出されたイナルームはアコースティックのパターンですけども、はい、そのアコースティックのパターンと
まあ、あのバンドのパターンをライブをやりますよね、うん、はい、それどういう割合、まあ、あのそのライブによってですかね。なるほど、うんうん、あの、うん、アコースティックであのやってくださいっていうところもあるし、はいはいはい、あのバンドでっていうところもあるし、うん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 、逆にこっちから今回はちょっとアコースティックでね、うん、あのやりたいんですけどみたいに言うところもあるし、本当ケースバイケースですよね、うんうんうん、去年はまあバンドとアコースティックと半分ぐらいずつだったかな、うん、なるほどね、うんうんうん、だから結構そのバンドのやるバージョンとかっていうか、まあいろんなバンドがいるじゃないですか、はい、ファンキートリオもあるし、はいはい、まあね、あのあとブルースカンパニーとかね、ブルースカンパニーとかね、うんうんうん、まあそれによってなんかまたねサウンドも違うし、なんかやるあれも違う、お客さんが喜ぶ、ね、そうですね、まあでもバンドでやる方が楽ですよやっぱり。そりゃそうだね、全部やんなきゃいけない、全部やんなきゃいけないじゃない。なるほどね、ははははそう、まあ確かにね、そう、まあ、楽しいですけどね、やっぱり全部一人なんで自分が間違うと全部間違っちゃうみたいな感じごまかしが引かない。アコースティックはね大変ですよ ね、 なるほどね、うん、ただまあ今まであのそのアコースティックをライブで 2,3 曲やってたことあったんですけど、はい、ライブ全部をアコースティックでっていうのはなかったんでね、うん、そういう意味ではまあ新しいやり方をあのまああの聞いていただいたというかね、うん、見ていただいたっていう感じがあるのでね、でちょうどあの明後日9日ですけど、はいはい、中野のブライトブラウンでもね、うん、あのあのオールアコースティックのソロライブ ね、 ね、まあ、やるんですけどね、ありますよ、うん、まずライブ、近いところね、近いところ明日、明日ですね、明日はね、うん、明日明後日になりますか、ね、はい、恒例の新春ジャム大会、はい、中野のブライトブラウンですね、で次の日がアコースティック、そんで日曜日の9日がアコースティックのソロライブ、うん、ソロライブね、ソロライブ、はい、うん、2日続けてブライトブラウンで2 days で、うん、ですね、ただ明日のなんかジャム体験がもうあの人数いっぱいになったみたいで、なるほど、やっぱりね、うん、ちょっと制限がまだあって、そうですね、アコースティックの方はねまだ、うん、あの昨日の時点で2席ぐらいなんかあるみたいなんで、うん、当日ね、そうですね、うん、なのでもしこれを聞いてね見に行きたいなっていう方はぜひ、うん、予約しといた方がいいかもしれないね、1月9日の方ですね、はい、これアコースティックソロライブですね、はい、はい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 、ということで、ね、よろしくお願いしますね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この後いろいろ入ってますよね。入ってますね。そうですね。それご紹介しますか。しますか。はい。今度ね来週の、うん、週末ですね。あのかなさんとかねそちらのありますけど。あ、こっちですね。千葉で来週のあの金曜日14日、はい、元八幡のクールジョジョ。ねこちらももう3年ぐらいずっと続けてやらせていただいてるんですけどね。なるほどね。来週の金曜日14日があのクールジョジョでで。1日置いて16日の日曜日が千葉市 の、はい、あのパラダイスジャムっていう店があって、こちらも本当にもう 4,5 回やらせていただいてるんですけど、なるほど、この千葉の 2days ですね、来週の週末、うん、金曜日曜、はいはい、ありますね、はい、レストランジャムここ行ったことあるね、で、うん、でそれでその後が、はいはい、今度あの西日本ちょっと回ってくんですけど、うん、大阪やって、うん、で大阪と岐阜と、うん、あと静岡3日やってっていう感じですね、はい、でまあ1月そうそう、でそれで一番最後月末の29日ですけど、うん、このブルーローズ、ブルーローズね、あのオカリナとボーカル の、 あの2人のこのお二人はねユニットもありまして、やっぱりご紹介いただいて、今度はあのこの放送にもねいらっしゃるのね、このライブの前の日に、前の日か、うん、ね、来てますね、でその翌日がどこですか、うん、それはこれはね、恵比寿のね、うん、アートカフェフレンズっていう素敵な絵が飾ってある、うん、素晴らしい小屋で、あ、そうなの、はい、ここでやります、そこであのレコ発なんですよ、うん、ちょうどあの、はいはいはいね、去年の暮れにあのアルバムが出たので ね、 ねそこにあので自分もゲスト参加、うん、あのアルバムにも1曲参加してまして、なるほど、ね、でこのライブにもゲストで参加させていただきます、ね、これね昼間だからね、昼間やる、そう、うん、これブルーローズっていうあの女性2人のオカリナ、そうですね、グループオカリナとあとの歌と、ね、歌と、ね、うん、歌とですね、そうですね、うん、とってもねいいですよ、はい、なるほどね、うん、いやこれももうついでに、はい、そうですね、あと2月ね、2月の最初の週末は今度キクタブラザーズ、ね、おっと出ましたか、2年ぶり、久しぶりね、久しぶりに2年ぶりですね、あーいいですね、うん、これね、あの兄弟いかがですか、楽しいですよね、そうですね、うん、うん、弟にこの曲やってくれとかって言われますけどちょっと練習しますみたいな、2月5日土曜日が、これも楽しいですね、ちゃんとね、場所どこでしょうかね、栃木県、宇都宮ですね、宇都宮、宇都宮、5日宇都宮のフリスコっていう
あの店がありましてね、フリスコ、うん、でその5日の、土曜日で6日の日曜日が、うん、ミブっていう町が隣にあるんですけど、はいはいはい、そこのあのニヨンゴカフェニヨンゴっていうところ、あ、カフェニヨンゴ、これも前回やったんですけど ね、 こちらもね、ぜひお越しください、ね、あのアコギとあとカホン、カホン ね、 ね、 ね、2人でやります、はい、よろしかったらぜひ、ね、ぜひ、ね、ぜひ、お越しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、ということでね、もしもなんかリクエスト来てから一緒に一曲なんかやりますか、ね、やりましょう、やりましょう、さっきのリクエストの曲って俺譜面っていうか ないんだけど、何の音量サイドが来てたでしょ、あーそっかそっか、キーだけ A いいですか、 A、はい、キーだけ A なんですけどってついてきますか、オンエアサイドいきますか、これもマイクちょっと借りていいかな、今日ねもうライブでエレアコ持ってきてね、 ほとんどね、これで撮れば大丈夫、ちょっとこれコーラスしてください、はい、これ4番ですけど行けますか、じゃあ、あんまり聞こえないかもしれないけど、あのエレアコでね、はいはい、行ってみますか、はい、心で感じてる。
はい、ということでね、初めてやりましたよね。コードも見せずにこんな感じになっちゃうんですけどね。いやいや本当にありがとうございます。いや気持ちいいな、ね、気持ちいいです。でも名曲ですよねこれね。いやいやすごいっすけど、あのリクエストね、笑顔さん、笑顔さんねのリクエストにお答えしました、ね、ありがとうございます。笑顔さんね歌わせていただきました。ねえ、もうコードも渡さずに本当だよね。こんな失礼なことはね。いやいやいや A ですとか言って、普通のねブルースだったらね A の周りでわかるけど、オリジナルはちょっとなかなかね。でもこの曲も何回も聴いてたから、あのコードの流れとかはまあ大体あの分かってたっていうか、僕のあの手元を見ていただいてね、そうですよ。でも僕 D の押さえ方で変わってるでしょ。ね、E も変わってますよね。そうなの、だからもう、そう違うのみんな、うん、そうそっち普通は普通、いやもう全然押さえ方がねすらねなってないよ。そう E も普通はこうやって押さえるけど、カノさんはこう逆ですもんね、中指と薬指ね、そうなの、そうらしいね。それが慣れてるんだ。一回ね、あのなんかねそう言われたことあるんですよ、D はジェームス・テイラーと一緒なんですよ。ああそうなんだ、かっこいいじゃん。そういうのかっこいい、かっこいいんだけど全然あのいい、もともと全然あれしてなかったからね、基礎がなってないんだね。 E も D も違ってたんだ。でもそういう人もいるよね、いますよ、自分の都合のなんかやりやすい、ね、やりやすいので全然いいでしょうから、うん、音ちゃんと出てるんだからね。そうよね、うん、あでもね、あとは魂込めるだけじゃないですか。魂ねね、うん、あ今日あれてるちゃん来てくれた、てるちゃん、あのもしよかったらまだあの、ね、うん、てるちゃん中に、じゃあその間ちょっとね、あの北海道の中尾さんからメールいただいてるね、あの新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年最初のゲスト菊田俊介さんと聞いて、はい、ペンをしたためております。昨年北見で俊ちゃんのライブを始めてみました。そうなんですよ ね北見に来ていただいて、そうなんですね、うん、それからしかもねなんか、うん、すごい3時間か4時間ぐらいあのドライブして来てくださって、うん、あそうそうそう、うん、遠いんですね、うん、多分ね、うん、その演者の皆さん、お客さん皆さんによくしてもらいました。あそうですか、ありがとうございます。そういうね楽しいライブでしたって来てますよ。北見以来の再会大いに盛り上がりました。だってその後もね、あの隣の町の富良野に そこで知り合ったお友達が来てくださって、うん、菊田さんつながりに感謝しております、うん、なるほど ね今日は川島照夫さんが伺っているそうですが、よろしくお伝えください。てるちゃん今来たな、ちょうど、ね、知ってたんで、ね、この間ね分かんなくて、ね、あのしばらくお会いしてなかったからさ、もうしっぱなしで、いやいやとんでもないとんでもない、今到着しました、うん、リクエストはラブラブラブ、喫茶フリスコよろしくお願いします。僕の友達の店なんで。そうなんですか、そうなの、そうなんだ、ここですごい狭いよ ね, ね、何のことは分からないよね今ね。いやあのお店、お店、お店、宇都宮さんのブラザーズ、宇都宮の、あっそうなの、フリスコね、うん、ありがとうございます。中尾さんね、とってもいい店ですよ。フリスコですよね、フリスコ、うん、それからですね、はいはい、いっぱい来てます、うん、荒木聖子さんからも来てます。大阪ですね、大阪です、ありがとうございます。菊田レジェンドさん、昨日は関東には一面雪がすごかったんですけど大丈夫でしょうか、はいはい、久しぶりの雪だった ね, そうですね、今年は虎年です。喉が痛いかもですが、地球規模でカナオさんの声の喝で入れておらんでください、うん、おらんでください、あおらんでね、うん、また喉飴をたくさん持っていくんでお願いです。なるほど、ありがとうございます。菊田さんのラブラブラブ、うん、これリクエストしてます。ありがとうございます、ね、愛こそが包んでくださいませんかって、愛をいっぱい包んでくださいませんか、はい、ね、できてます。ありがとうございます。大阪からね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。聖子さんね、今夜はサムズアップでしたね、ダブルですが盛り上がって頑張って楽しんでください。そうですね、あの今日太郎さんのお誕生日で ね、あの湯川東弁さんとか、まあ、いろんな方がね、あの、はい、3組かな、3組出ますね、あのサムズアップやりますんで、もしよかったらね遊びに来てください、はい、それから勤む高橋さんからも来てます。アトランタ、はい、アトランタ、はいはい、本日のゲスト将軍オブザブルース、はい、菊田さんですね、うん、新年早々思いっきりブルージーなギターを聴かせてください、うん、楽しみにしています。ありがとうございます。オスオスですよ。あ短いね。いや あるんですけど、他にもたくさんあるんでごめんなさい、走りました。リクエストないの？リクエストはないです。ないですか、はい、はい、それからミキサー、
博多のミキさん、はい、新年明けましておめでとうございま す, います今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします。晴れているは博多です。博多晴れてるんですね。あ、なるほどね、はい、こっちも同じ感じじゃないな。今日はね、うん、路面が危険なんでお気をつけてください、はい、さて新年1回目はやっぱりレギュラーのしゅんさんですね、うん、お帰りなさい、うん、ありがとうございます。オイラは去年の変な 来場者にオイラがしゅんさんのアルバムを売っちゃった佐賀、そして1週間後の久留米、うん、そして家の用事で上京して鎌田であったりえちゃん、彩子ちゃんかな、ふみこちゃんかな、うん、のゲストの時以来なんで嬉しいです。もう先に言っちゃうけどアコギかエレキかわからないんでリクエストはなしで、はい、楽しんでるところを楽しみますと、さて毎年言ってますけど年が変わると改めて目標設定とかできますよね、うん、皆さんどうでしょうか。お聞きしたいです。新年の抱負ですね。抱負へ今年は、今年はね、じゃあどうしますか。まあこの2年ぐらいね、やっぱりこう、うん、コロナでずっとっ、ね、ライブ例えば計画しててもね直前になってキャンセルになったりとかやっぱりあったじゃないですか、はいはい、ね、うん、なので今年もどういう感じなのかねちょっとまだ分かんないので、うん、まあ目標といえばどういう状況になっても、うん、とにかくその時ベストを尽くして、うん、そうですね、うん、進んでいくっていう、まあ、それですかね。なるほど。そうですよね、まあ、だから去年延期になったのも今年はね、うん、ちょっとずつこう再開しようという感じでね、できるといいですね。そうですね。だからなんかこう、うん、そういう、ね、時でもなるべくこうポジティブに、うん、前を向いて進んでいきたいなというふうには思ってますけど ね、うん、ただやっぱりその最初コロナ その報道とかって、うん、要するに分からないものに対するこうそういうことをずっと言ってきたから、みんなはテレビとか特に地方の方とかそれが娯楽がないから影響力がすごく強いと思うんだよ ね、だから不安がさもう根付いちゃってきてるから、それがなんか僕らはやっぱり歌ったりとかそういうなんか人をこういい気持ちにさせるっていうか、ポジティブに夢とか希望を持って生きるっていうことをやるしかないわけじゃないですか。だからそこにやっぱお客様少しでもね、だんだんこう来ていただけるようにして、少しずつでもこう自分たちができることをやりたいなと思うんですけど。そうですよね、ね、こっちはやることは一緒だもんね。そうそう、うんうんうん、今年はね九州行きます。いいですね。本当ですか。10月にね行きます。お、そうですか。しゅんちゃんもその頃行けるといい ね、本当ですね。だからちょっとそれ、うん、今いろいろ計画しようと思ってるんですけど、たまには一緒ぜひぜひ、ね、盛り上がること間違いなし。いいですね、うん、ちょっとね、またまあ、でもちょっと私計画しましょうかじゃいや一緒のジュンといいね、それもね、ね、元気なうちに。そうですね、皆さんが、ね、まあはっきりしたらみきくんにも、まあ、みきさん、うん、そういうことなんで最初に知らせるんで九州に行くかもしれません。行きますか。決定ですか。うん、はい、何月とは申しませんが、はい、ちょっと後になります。でも決まってるんでしょ。もう決まってます。はい、わかりました。待っててくださいね、はい、本年が素晴らしい年になるような勢いがつく放送を楽しみにしてます。はい、金尾さん今夜のライブも楽しんで、はい、楽しませてください。はい、しゅんさん、うん、みなこちゃんやえみちゃんたちブルーローズのライブ楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。おいらは今夜は音楽魂ファミリー大久保しょかちゃんのワンマンとしておそらく初めての博多でライブです。そうなんだ、しょかちゃん、はい、うん、明日はしゅんさんとオイラをつなげてくれたロケット添島の佐賀でのライブを楽しみます。ああ、月曜日の昼には昨日もふらつく足で見事なハーモニカを聞かせてくれたしげきさんとデートすっけどって書いてますよ。しげきくんね、僕昭和時代からの友達だからもう40年以上ですね。ロバート・デ・ニーロみたいなもんね、しげきね、かっこいい人ですよね。博多帰る時一緒にね、まあ、やったりするんですけど ね、ありがとうございます。たくさんいただいて、これね、一個だけどうしても、はい、去年のね、はい、届かなかったんですけど、九州男児さん、読めなかった。そうそう、でも、はいはい、またいただきました。金尾さん、松下さん、はい、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。調整、昨年最後の放送で番組最後に松下さん早口で読んでいただいた鶴見の九州男児です。ありがとうございます。
初投稿で番組に採用していただきありがとうございます。とても嬉しいです。まさかの大晦日特番の YouTube も最高でした。 ありがとうございます。 YouTube は、ね、ここの鈴木さんがもう、ね、もう頑張って基本的にね、まあ、あのキキさんはもう撮ってもらってる、うん、あのもらってたんだけど、うん、キキさんだけになるとちょっと負担がかかりすぎるから、うん、だから一応鈴木さんお願いしてあの、ね、正式メンバーでだからまあその鈴木さんが来れない時はキキさんにも ね、来ていただけるということでね、あの暮れにちょっと一緒に飲んだり話したんですよね、うんうん、はい、さて今年はどんな年になるでしょうね、はい、まずはコロナの収束、うん、そして世界中の方々が普通の生活を取り戻せばよしでしょうか、うん、私は今年10月末で定年を迎えます、うん、第二の人生の準備期間になりそうです。前回投稿と同様申し訳ありませんが、加納さんマイフレンドお願いします。皆さんが幸多き良き年でありますように投稿させていただきます。ありがとうございます。マイフレンドはね、マイフレンドはちょっと次回にしますか。次回させてください。はい、じゃあ次回やります。金玉でやりましょう。来週金玉 ね、うん、今日はねとちょっとマイフレンドきっちりやりたいんですよね、うんうんうん、きっちりやりたいね。まあお便りは一応ざっくりとこんな感じで、うん、はい、読ませていただきました。生演奏いきましょうよ。もうあんまりないじゃないですか。はい、何いきましょうか。いっぱい来てたよね。そしたらじゃあラブラブラブやります。一人じゃやりづらくない。大丈夫、私たちみんなで歌うよ、うん、大丈夫です、一緒にぜひ、ね、皆さん、ね、ラブラブラブよろしくご唱和ください。あれ、ね、リクエストいただいたんで、それじゃあラブラブラブをね、あのお届けしたいと思います。いきます。世界を求めているのなら、自由を手に入れた時代に生まれて、失う怖さを僕らは知らない、だからみんなで歌おう、世界に愛の歌。 Yeah! Love, love, love. Love, love, love everybody. That's all we need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All we need.瓦礫の街に立つ少年の心に、どうか憎しみが生まれないように、眩しく輝く未来がきっと君を待っている。Everybody, love, love, love. That's all we need. Love, 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 everybody. Love, love, love. Everybody, love, love, love. That's all we need. Love, 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 love. Everybody, love, love, love. That's all we need. Love, 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 everybody. Love, love, love. Everybody.That's all we need, yeah. Love, love, love. Love, love, love. Everybody. Love, love, love. That's all we need. Love, 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 everybody. Love, love, love. Everybody. Love, love, love. That's all we need, hey.ということでね、リクエストにお答えしました。ラブラブラブという、ね、ありがとうございます。イエーイ、
これ松下としみさん作詞ですよね。勝手に書かせてもらいました、ね、ありがとうございます、ね、いい歌、うん、いいよね、楽しくて盛り上がりますよね、うん、ということでね、今日はお正月スペシャルということでですね、菊田俊介さんお越しいただきましたけどもですね、まあ、この後ライブとかもありますが、レコーディングとかはまだこの間出したばっかりですよね。そうですね、まあ結構こんな曲やりたいなみたいな、そういうのはあるんですけどね、はいはいはい、うん、なのでもうちょっとしたらね、なんか準備しようかななんて思ってるんですけど。なるほどね、うん、僕ももうそろそろ前作った CD がなくなった、なくなりつつあるで、早く新しいの作ってくださいよ。早く作ってくださいよ。はい、時間がないよ。その時はもう俺もギター弾きますから。ねえ、うん、ぜひぜひもう言ってくれてるうちだから。もう今年最後って言われてるから、ね。いいじゃないですか、ラスト。今日はちょっとなんかリクエストない、はい、どんなやつがいいですかね。もう何でもお任せします、カバさんに。ね、一緒にやります、風の中で立ってでもやりますか。あ、風の中で立って、しゅんちゃんとあんまやったことないよね。ですよね。ドリンキンとなんとかもかっこよかった。ドリンキン、風の中やってみますか、じゃあ。まあ曲的には風の中で立てるのがいいかもしれないですね。あまり一緒にやったことないですよね。そうですね。あ、そうなんだ、うん、ないかもしれない。あ、ほんと、あ、じゃあやってみます。やってみますか。はい、お願いします。
りはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど、風に吹かれて歩くだけ夢の中で咲け。はい、ということで風の中で立ってお届けしました。初めてやりました ね、 ねですね、初めてかもしれない、初めてでこんな感じですよ、最高ですありがとうございます、名曲ですこれは、うん、いえいえいえ、ね、ということであっという間のね、はい、1時間ちょっと時間があるんですけども、ライブ告知をもう一度、はい、ありがとうございます。ちょっといいですか、見せてもらっていいですか。はいはい、はい、ということでね、明日、菊田俊介ライブですね、うん、1月8日明日、これ、ジャム大会ですね、これブライトブラウンですね、はい、時間が、18時スタート、あオープンですね、オープンですね、スタート18時半ということでね、はい、で、1月9日、はい、これはアコースティックソロライブ、はい、これ2 days になりますね、中野ブライトブラウンですね、はいはい、これもですね18時、スタートが18時半ですね、これ、アコースティックソロライブですね、はい、これもお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで、その次、あとは千葉ですね、来週の週末ですけどね、千葉1月14日金曜日、元八幡ですね、はい、クールジョジョ、はい、こちらも、7時オープン、あ7時半、この、 バンドの方は僕あのね、じいさんですね、斉藤じいさんね、そう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 、いや違った、そうですよね、それと1月16日日曜日、はい、千葉 レストランジャム、はいですね、ここも、これも同じメンバーでね、同じメンバーやりますね、はい、素晴らしい、千葉の本当素敵な、ね、メンバーと一緒に、うん、そうですね、なおこさんとそれからなっちゃんね、そうですね、なっちゃんね、そのドラムの方はあのなめかわさん、なめかわさん、近藤ふさなすさんとかと一緒にやってた素晴らしいドラマですよ、彼も昔は、お会いしたことあります、ね、あります、はい、こちらもぜひよろしくお願いします ね、 ぜひね、お楽しみいただきたいと思います、近いところではね、はい、あと2月の5日、はいはい、これは、喫茶フリスコという、フリスコですね、うん、宇都宮ですね、はい、これは菊田ブラザーズですね、はい、ブラザーズですね、2日間ですね、2日間、はい、2月5日と2月6日ですね、はい、これはカフェ245、そうですね、これ三部っていう隣の町にあるんですけど、三部ね、なるほどね、三部町、北ブラザーズ、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、あとはですね、29日ですね、土曜日、はい、あのはいはい、ブルーローズの、あ、ブルーローズの2人と恵比寿の、恵比寿ですね、アートカフェフレンズというところで、はい、アートカフェフレンズね、そちらもね、お楽しみいただきたいと思います、ご本人がね登場しますので、前日 ね、 ね、あの、ま、音楽魂いらっしゃいますんで ね、 ね、ブルーローズのゲストで
ね、はい、ということで、あっという間の1時間でした。ありがとうございました。本日のゲストは菊田俊介さんでございました。ありがとうございます。お相手は、はい、松下としみ、金尾よしろでございました。また来週お会いいたしましょう。来週は金玉です。久しぶり金玉ですね。お楽しみいただきたいと思います、はい、See you next time。優しい